なんか注目すべきポケモンが多すぎるな。いいパーティーだ。なんだろう、サーフテールライチュウもあるし、ノココッチとかを使わないのにパーティーに入れるってことが果たしてあり得るのかどうかっていうのも気になるし、それでは対戦よろしくお願いします。特に何も要望とかはなさそうなんで、普通にやるか。まあ失敗したらテイク2で。あれ、ノココッチマジできた。まあ多分この2匹だったら耐えるんで、自信は。自信だけ打ちましょうか。え、初手テラス。ゴースト、弱点剣か。ビビりまくってる。このために格好を変えてきたから、マジで。ビビりまくってるの、こっちが。わあ、スマートに。ルカリオのさ、袋叩き正義の心もあったけど。あれ、あれ？ああ、そっか、これ特攻曲がってんのか。おお、なんか一瞬倒したかなと思ったけど。ミラララが耐えて。ただバンバドロきつそう、ちょっと。やばいな、全部今一つだな、未来のに。うわ、素早さめっちゃ上がってるから、エレキボールの火力がとんでもないことになってる。しかも追い風でも上がってるから、いや、耐えるんかい。 HB か。エレキボールの最大って200だっけ。だとしたら200出てるね、これ火力が。箱を変えてきたっていうのは多分あれか、オノノクスだからってこと。オバヒ、あ、そっちなんだ。バンバドルじゃないんだね。ハスタムぐらいだったら別にもうエレキボールで落ちそうだけど。デュラララララの首なし台、ああ、そういうこと？デュラララ、デュラララ見たことないんだよね、俺、実は。そういうことか。そのために格好、ライダーだからそういう格好ってことか。あ、首なしライダーってもしかして、知らないけど、ヘルメット外したら首がないみたいな、そういうこと？この、ライチュウはあれだね。以前の、以前お世話になった。
買ったバンマドロ。多分ここからバンマドロだけでまくれる説ないか。いや硬っ、硬くない、なんかミライドンやけに。出たな、ビビリノコポッチ。突破できるか。あー突破できそう。あー浮き免許食らったからか。降参するか。対戦ありがとうございました。ビビリの心地いいな。なんだっけ、最初にあげたやつパート10ぐらいだっけ。